これを今日セリ市で売ります。10万円、ありがとうございます。また正座にどこ取りに行きます。正座取りに行きます。それで突然今日はね、去年の秋10月26日に大きな丸太を買ってもらった、株式会社マルマンさん、伏見のマルマンさんで、それを今日製材をされるということで、見に行きました。大きな丸太が今製材機の上に乗ってます。これをこれから製材機を動かして製材してもらうんで、ちょっとね、どんなもんか見たいな思うんで楽しみですね。京都でね、こんな大きな丸太を引ける製材師はここしかないんですわ。天下の丸満さんですわ。いやすごいですね、その台の上に乗ってんのが、すごいわ。すごい。危険やもん。楽しみやな。まあでかいな。でかいですよね、これ。フォークリフトもやっぱりでかいですね。でかいわ。ねえ、違いますね、ちょっと。これな、はい、ここにな、はい、プチプチって出るにはこうピチピチで、これハブシ言うてな、はい、これが出ると細いピッピって模様が入るからな、左時に多分な、はい、これが出るとよろしくないにはこのハブシがな、ね、ハブシがね出るかもからね、これね、この木やったら大きい方ですか？太った？この太さ。そう、日本の木やったら太い方やよね。日本の木やったら太い方やね。ちょっと、いやこれを切って折れ方もすごいですよね。そうやからな。これを、あ、これ、引き合いはんねん、これから。あ、これ。すごいな。すごいね、これ。これが。すごい。はい。すごい。待ってたんですよ、この日を。この日を待ってたんですわ、社長。いります？いります、絶対いる。ほんま？絶対いる。
る。いや、言います。そうですか。やっぱりこれ最後まで見届けないんで。あ、そうなんですか。うん、じゃあ、まあ、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。すごい。いや、こんなの見たことないですもん、ほんまに。すごい。ここに行ったらまだ見えてあるんですか。この出川にあるんですか。1本で行ける、1本持つか。あ、持たない。そんなんじゃないですか。
るわけじゃないですけどね、まあ、ほんまにあの用途用途のこれから長いのアイデア長いのが欲しいからね、それは上手やね、深いのめっちゃいいですよ、めっちゃいいわー、次やわー、めっちゃいい、次ね、次もう一面が。いいですね、これは。8ぐらいはまだ大丈夫じゃん。ね、今まだ